台風の季節は、内川の水かさが増えて、ビュンビュン橋が流されていく。毎年流されていく。助手席に深く座って、国道11号線のヘッドライトを目で追う。機体や船体で満ちた車内を MJQ のビブラフォンが笑う。神社、五色浜、夜行中、桜山里、ホテル伊大城、奥道後よりもっと奥へ血のごとく瞑想、大学生のモラトリアム以前の濃稚な抑うつ、訪れた場所すべて鬼門になる思い出。この指があんなに太い弦を弾いていたなんて今じゃもう信じられない。大学生は一種の病気だ。ずっと発熱していたから。大学へ進学したかなちゃんは、彼氏と大人のおもちゃを買って遊んだことや、お尻の穴についての話を手紙で書いてよこしてきた。なんて返事すればいいのか本気でわからなかったが、とりあえず、ほどほどにね、と書いておいた。高校と大学の友人たちは、就職活動の頃からほとんどが音信不通で、私とモラトリアムをつなぎ止める関係はもう機能していない。40代になって、お互い独身だったら結婚しよう、とか、俺も彼女と結婚するつもりだし、責任感がないなんて言われる筋合いないとか、思い出してうんざりするようなセリフをあんたらも時々思い出して自己嫌悪してください。バイバイ、松山。帰る場所なんて、どこにでもできる。今の私が帰るのは、東京都、練馬区、ネコネットハウスの2階、狭い、和室、湿った、布団、金銭、猫の、流れていたビュンビュン橋、諦めた南鳥町内科。新しく川に架かる橋はコンクリート製で、もう流されることはなくなった。どこまでだって行けるし、ずっとここにいることだってできる。答えは好きか嫌いかだけじゃない。そんなものずっとわからない。それが答え。関西弁が混ざって余計イントネーションがおかしいけど、これが私の標準語。どこまでだっていけるの。だけどまだここにおるの。